今回のお題リスクとリターンは当番組カテゴリーの一つでもあるゲーム性を考えるのにとても重要な基礎前提になります。なので他の映像よりも長い時間をとって解説したいと思いますのでご了承ください。私はフリーになった2003年頃からこの話を展開していますから、すでに聞いた方も少なくないかもしれませんが、その時よりは短くまとめます。ゲーム性とは何か。これはゲームの面白さを表した言葉ですが、その意味は曖昧でした。これを私は駆け引き、そしてリスクとリターンであると定義しています。例えばこのゲーム、これはスペースインベーダーです。1978年日本で社会現象にもなったシューティングゲームの始祖の一つ。砲台を操作し左右に動くインベーダーを殲滅するというシンプルなゲームです。インベーダーは横方向に動き、画面隅まで来ると真下に下がります。最下段まで下がると侵略となり即ゲームオーバー。このゲームを例にリスクとリターンを解説します。インベーダーと砲台は縦にまっすぐビームやミサイルを撃つので、図のような状態にある場合それぞれの攻撃が当たる可能性はゼロです。これを状態としてはノーリスク、ノーリターンであると定義します。そして砲台をちょっと右にずらしてインベーダーとの横軸を近づけてみる。砲台がインベーダーに近ければ近いほどインベーダーの弾が砲台に当たる可能性が増えるわけです。なのでリスクは増え、リターンは得られる可能性ができるということになります。さらに近づくともうインベーダーにやられてしまうという距離に到達します。リスクとしてはかなり高まった状態にありますが、ここで初めて敵をやっつけられるというリターンを得ることができるわけです。リスクを犯してリターンを得る、これがゲーム性そして駆け引きの本質です。なお攻略という要素にも大きく影響します。駆け引きとは立場が違う言葉で本質は同じ。ゲーム性はリスクを抑えてリターンを得るという楽しさのこと、攻略はリスクを抑えてリターンを得る工夫のこと。システム側とプレイヤー側の違いですね。では引き続きスペースインベーダーを例にとり攻略の話をしてみます。インベーダーがこのように配置されている場合、インベーダーの攻撃範囲はこのようになります。ビームはまっすぐ下に降りていくので真下が攻撃範囲だということです。トーチカの下が安全地帯になっていることにも注目。ところがインベーダーは横に動き続けているので攻撃範囲は斜めになります。ビームが地面に到達するまでの間にインベーダーが横にずれているからこうなるのですが、わかりますか？アップにしてみます。インベーダーが右から左に動くとき、インベーダーの攻撃範囲は図のようになりますが、攻撃範囲に砲台が重なるとき、やられるリスクが生じるというわけです。この場合、インベーダーを右から追うように迎え撃つと、砲台と攻撃範囲が重なる位置は図のようになります。リスクが重なっても、インベーダーに対する距離が足りないため、リスクが高いままインベーダーをやっつけることはできません。しかし左から迎え撃つと砲台と攻撃範囲が重なっている面積はほぼ右と同じ、つまり同程度のリスクですが見事にインベーダーに弾を当てられることがわかります。インベーダーは追いかけず迎え撃つのが良い攻略ということになります。ゲームで試してみても実際にそうだと実感できるはず。追うのではなく迎え撃つのが良いと。そしてリスクを決めるための砲台の横の長さはゲームバランスの肝です。単純にデザインだけではなくゲームの面白さに深い意味と調整を持たせる距離なのです。同じようにリスクを変えるシステムもゲームバランスの肝です。トーチカで半身を隠すことができるとか、リスクを工夫で抑えてより有利にリターンを得る、これが攻略です。だからスペースインベーダーのシステムでただ弾を3方向に撃てますというのは一見派手だけどあんまり良くないゲームデザインだと言えるかもしれません。もちろん
敵も斜めに弾を撃ったり弾数制限があれば別ですけど、そしてこの古のテクニックを解説しておきたいと思います。これは名古屋撃ちと言います。インベーダーが侵略すると残り砲台数がいくらあってもいきなりゲームオーバーになります。つまり侵略寸前にあるということはものすごく大きなリスクを抱えた状態にあると言えます。がそこでビームに当たらなくなることで砲台が持つリスクはいきなり大きく軽減されます。つまり名古屋撃ちは最大のリスクと最大のリターンが重なっている状態なのです。一つ間違えれば侵略でも無敵、これはかなり鋭い仕様だと言えますよね。最高です。ですが実は名古屋撃ちってバグだと思われます。インベーダーが弾を発射する、その時弾はこの位置から呼びます。そりゃそうですよね。がよーく観察するとそうではなかった。インベーダーの弾の呼び出し位置は本当はここになってます。結構下から。なので砲台が最接近していると弾の呼び出し位置が当たり判定の下に出てしまいすれ違うということです。仮にバグであったとしてもこの時代にこういう鋭い仕様が入ったというところがまた面白いですね。もう一例だけご紹介しておきます。不朽の名作スーパーマリオブラザーズについて、このゲームには敵を踏んで攻撃に変える楽しみがあります。これはもちろん楽しいという前提で話を進めます。楽しみとは主観的なものだから人によっては面白くないよという人もいるかもしれませんが、それでは話が始まりません。味音痴だとコックになれないようなもんですね。何が面白いのかを嗅ぎ分ける敏感さは必要だと思います。マリオの前に敵がいる場合、敵との距離が遠いとやられる可能性はないですから相手のリスクは小さい状態です。で、敵と近づけば近づくだけリスクはだんだん大きくなっていきます。さらに接近して大ピンチ、そんな時にはジャンプして回避しなければならないわけですが、そこで初めて攻撃の可能性が生まれるというところがポイントです。ジャンプをすることで敵をうまく踏む、つまりリスクが最大に高まったところで亀を踏んでやっつけられるというリターンが初めて得られるという面白さ。ちょっとでもずれたらアウトとか空中制御の不自由さもスリルと快感を大きく引き立てます。その後も亀甲羅を蹴って武器にできるとか、それらを追いかけて、高得点やワンナップを狙えるなどという大きなリターンがあります。がそういったリターンの中に亀甲羅が反射によって返ってくるっていうリスクもあるんですね。非常によくできたシステムです。リスクとリターンはかなり近いところに適切な大きさに配置しなければなりません。合致させたりどんでん返しがあるなど刺激的に織り込むべきですね。今回はこのぐらいにしておきますが、かつての講演などではこのゲーム性について様々な方向でお話ししてきました。格闘レース、落ち物パズル、ロールプレイングゲーム、戦略シミュレーション、カードとか、そういう面白さがだいぶ説明できていましたが、今回は一旦置いておきます。少なくともゲームの面白さを知るのにかなり強力な考え方の一つになり得ると思います。ただ一点だけご注意が、ゲーム性や駆け引きというのはゲームの面白さの一つの側面です。そこに該当しない遊びや面白さも内包しているのがゲームですから、これが全てだとは思わないでください。こういった話は近いうちにお話ししておきたいと思います。またここまで話しといて身も蓋もないかもしれませんが、私は一つの考えを持っています。ゲーム性が上がれば一般性が下がる。初代星のカービィなどはあえてゲーム性を下げ一般性を上げた例だとも言えますね。ともあれこの番組ではゲーム性イコールリスクとリターンであるという前提で進めますので、どうぞよろしくお願いします。